近の家やな、うん、何でもここに走らせて、うん、イメージ桃だよ、うん、舞台かな、うん、ここで舞台の袖がやると思うんだけど、はい、ありがとうございました。はい、分かりました。いらんの、なんだこれ、工業的に、なんだこれ、工業的に、なんだこれ、工業的に、なんだこれ、200万人でもしてよく見えるって、そしたと思うけど、おにぎりから、そうだね、けんな、やっぱりしようぜ、どれでいくんで、おおおお、どれでも、コーヒー、コーヒー、お茶碗だわ、わ、え、切り株行くんでしょ、うん、何時出発ぐらいで準備したらいいんですかね、今から化粧、あ、化粧、あ、もう、もういつでも行きますわ、私は。高橋さん、何時ぐらいに行きますか、で、頑張るよ、まあ、今日はいいお天気、なんで下が茶色なの、結構なんか大きい、やたらに地獄多いよな。天国ないな。演習場。うん、演習場。もう自衛隊がせっせと、あの、あれ道路みたいな、あれ防火帯よ、うん。あれずっと防火帯にしといて火つけて燃やすんやん、これ。これ？うん。だからこんな綺麗に保っとる。へえ。毎年2月ぐらいじゃない？一番枯れる時に。で何を演習する？火つけてどうなるの？走行車で走ったり、あの、あ、ここ？ここ。この斜面で練習する。この斜面で練習する。歩幅前進したりするんだろうか。昨日通った左側にずっと緑のところ広がっとったやな、うん。あれも全部演習場やけ。あ、そうなん、うん、全部自衛隊の所有なんで、飛んだりしたら本当は怒られるんやけど。でもこんなとこにしよったら、要は下からなんか。見えるよね、 あんなことしようしようみたいな、音もしょっちゅう大砲の音がドーンドーンとか出る、すごいなこれ、うん、これはこうかもよ、これ出てな、悪いことして夜中に帰ってこられたりしたらまた大問題になるから、出入りは厳重に、ちょうどいいぐらい？弱いぐらいじゃん。弱はないだろう。カカシのイベント。カカシ？あ、人間ちゃうの？うん。カカシ。あ、あっこにも。今日踊り読んで。カカシ。こっちとこっちと。うん、あの横で並んで写真撮る、うん、人間でないんだよ、カカシ。カカシ祭り？このハグレタイで。よしよし、怪しいおじさん、不審者やな、危ない危ない、アップゲームはないやな、ここだけやな、足は強ないんやな、全体的に強いことはないんだ、うん、止まっとるもんな、これじゃあ、ああ止めとんか、止めとんじゃって、止めとんか、止めとんわけないわ、全部がな、ああ、当てんなよ。前と同じような写真。前と一緒やなこれ。2番目に行くのやめとこ。風が落ちて、今何時？まだ1時ぐらい？
わからん。あ、これで見たらいいか。ちょっと。言うたな、ほんでも。言うた。高石さん、ランディング。今撮影中やけんな声が残るってできました。怪我人いません。よかった。ここだけですよ。あれ。うん。ある高崎山。ど真ん中にいたがる。ちょっとね、ちょっとずれてんの。でも、意外とそんなの引っかかったり、ちょっとまたが、やっぱり手前すぎると思ったんやな。あー、全然わからんな。わからんなんだよ。うわ、こちゃんってわかっとった、こんなこと言う。もっと下目に言うと思う。わよら思ったんちゃう。いや、ちゃこの、誰か来とる人がなんかキッキョンかな、思って。でも、あの、ランニングセーフ2時間ぐらいあります。顔洗うための手洗いのあれじゃない。犬の声もと一緒で大きいなこれ。いや、ほんま大きいなこれ。